こんにちは。正式なサブチャンネルの開始のあれが聞きたいというコメントがあったのでやってみましょう。そうチャンネルチングルチッコチングルチッコチングルチッコチョッ。この色可愛すぎ全部。あー可愛い。上がる。今日は何をするかと言いますと、美味しそうなご飯を私がただただ食べるっていう動画を撮ったらいいんじゃないかと言われたので撮りたいと思います。作るのは TikTok で流れてきて美味しそうだったキンパでございます。チーズキンパです。キンパっていうのは日本版の海苔巻きみたいなことなんですけど、恵方巻きみたいな、それの韓国バージョンでキムチが入ってたりチーズが入ってたりするものなんだけど、チーズキンパっていうのがなんかすごい美味しいみたいで、ご飯に味付けてチーズ入れて海苔巻いてビューンって食べるんだって。だからそれを今から作ります。ちょっとご飯が炊けてるのでね、もう早速作っていこうね。今日美容院に行って髪の毛エクステをつけて染めてってやってきたから、もうめっちゃサラサラなんだけど、前髪だけうまく決まんなくて。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。いや、ビルゲイツ。クックパッドのメニューにありましたね。これ韓国で大人気トロトロチーズキムチキンパだって。まずキムチを細かく刻んでごま油でキムチとツナが混ざるまで炒めます。めっちゃ手臭くなりそう。はいはい。あれ映ってね。やべ、ご飯と絡めるから細かく刻むんだね。まずはい、刻みました。はい、次に刻んだねキムチとツナをね合わせます。もうツナとキムチという組み合わせだけではすでに美味しそう。ごま油でそれを炒めるということでね。あ、ツナ缶2缶入れちゃいます。やばい、めっちゃいい匂いする。すごいいい匂い。で、キムチとツナを混ぜたらご飯入れます。入れます。このぐらいでいいかな。よく混ざるように混ぜていきます。もう美味しいよ。私腕の力とか握力があんまりないからさ、すぐ疲れるんだよね手が。でも福丸をずっと抱っこしてるから、ここに、ね、筋肉ついてきてる。だってマジ料理してる時はま喋れない。本当に醤油とコチュジャンとさ、で、これ醤油とコチュジャンで味付けするってなってるんだけど、砂糖をちょっと入れると甘辛になって、私はちょっと甘辛の方が好きなので砂糖もぶっ込みます。ちょっと砂糖を上からささ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 ってやります。そしてコチュジャン、合ってるこの量。もうちょっと入れそうだよね。小さじ1ってなってるんだよね両方。うん、いいんじゃない。塩も少し入れると味が整うみたいなので少し塩も入れます。でこっから、巻き酢の上に海苔を、あー巻き酢どこだっけな、あったあった、これだ。巻き酢の上にご飯、海苔、ご飯、海苔を置いてご飯をのせる。この時米をめっちゃ薄くのせるといいです。その後大量のチーズをお好みでのせます。だってなるほど。なんかさ、花粉症の季節でさ、なんか肌が超荒れてんだよね私。みんな荒れる？なんか花粉なのかな、なんか痒いし、なんかプツプツできるし、すごい嫌だ。いや、わかるでしょって話だよね。これ避けるチーズ私は今回使おうと思ってんだけど、まず一旦ご飯をのせよう。すごい美味しそうです。で、ここに、はい、避けるチーズきました。じゃん、もうこうやってボンボンって2個置いちゃいます。こういう感じでいいですか。今このような感じになっております。これを巻き酢で巻いていきます。うわー、できるかな。いくよ。こういうこと。うわ、やべえ、恐れていた出来事になってる。ちょっと溢れてきてますねご飯が。あ、でもギリ許容範囲。
はい、見てください。こんな感じで、ま、負けましたよ。負けましたので、ちょっと一回これお皿に、はい、1個巻き終わりました。はい、次2個目いきます。やっぱね、こう手作りで作ると本当にこう美味しいっていう気持ちがもう倍増するよね。やっぱなんか幸せ度が私は低いから、あんまりコンビニのご飯とかはもうずっと食べてないですね、ほとんど。いや、美味しいんだよ。学生の時とかはもう大好きでコンビニ飯ばっかり食べてた。もう部活の帰りとか塾の帰りは必ずセブンイレブンに寄って、もうお菓子とかアイスとかお弁当とか、今日は何食べようかなって。私セブンイレブンで働いてたしね。大学でキャバクラのバイトと居酒屋のバイトとなんかいろいろやったんだ。私が人生で一番ためになったバイトがマジでキャバクラのバイトなんだけどさ、なんか今日インスタの質問コーナーみたいなのやってて、なんかおすすめのバイトありますかって言われて、もう迷わずキャバクラのバイトをおすすめしたんだけど、でもそれって自分がどうなりたいかによるんだけど、その子がさ、コミュニケーション能力を高めるにはどうしたらいいですかって言ってきたのね。だからそれで私は、いや絶対そのバイトがいいよって言ったんだけど、別にキャバクラじゃなくても初対面の人の心をつかまないといけない場に行くっていうのがコミュ力を鍛えるには一番いいと思ってて、めっちゃ嫌じゃん、なんか初対面の人にこう外見判断されたり、君ってこうだねとか。いや特にやっぱキャバクラってお客様と話すから絶対下手に出なきゃいけないし、絶対相手の気分を害しちゃいけないのね。その害してはいけない相手の気持ちを絶対に害さずに、やばいお客さんが来てもそれに耐えるっていうね。お、2個巻き終わりました。それがねきついんよ、初めてだと。もう本当に悩んで、どうしたら好かれるのか、どうしたら指名をしてもらえるのかとか、どうやったら人気者になれるのかっていう。でも人気者になりたかったから、私は今も人気者になりたいってずっと思ってるし、やっぱコミュ力っていうのは本当に大切だなって、その点においてはね思うわけなんですけれども、学生の皆さんもね、もしコミュ力を身につけたいと思ったら週1でもいいので、ちょっとなんかラウンジとかキャバクラとかスナックとか、初対面の男性にめちゃめちゃ好かれなきゃいけないというミッションを課せられてみてほしい。むずいから。なんか君ってうるさいねとか、なんか君全然顔可愛くないねとか全然言われるんだよ。うざって思ってもうざって言っちゃいけないとか、めげない心を持ってお客様に、え、そうですか、どうやったら可愛くなれますかねとか、どういう女の子がタイプなんですか、私そういう風になんかなれるように頑張りますとか、けなげに下手に出続けるこの魂を教わったのはマジキャバクラ。はい、で今ねこのちょっとキャバクラの話一旦終わりにして、この巻いたやつをチーズが溶ける前にね、チーズこれカチカチだからチーズを溶かす前に一回切ります。溶かしてから切るとビヤーンってなっちゃうから、一口サイズに一回切ります。やばい、チーズが離脱してきた。難しいね、のり巻きをこう。お、でもいい感じ。のりがしなってる状態本当に好き。のりパリパリより私しなしな派なんだよね。セブンのおにぎりとかもさ、三角のやつじゃなくて四角い方、四角っていうかなんかこうちょっと楕円みたいな形してる方あるじゃん、あっちが好きなんだよね。はい、できました。切れたら600ワットで2分って書いてあるんで、チーズを溶かすために熱々にします。電子レンジで2分いきます。うーくんが岡崎にね行ってる時は大体1日に5、6回連絡を取る感じかな。なんか忙しくなければ電話したりとか。でも最近マジでお互い放任だね。本当に何してるか分かんないし、そんなになんか深く知らなくても大丈夫って感じ。知ってさ、嫌なこともあれば、まあいいこともあるし、そんななんか深く入り込みすぎてもあんまいいことがないっていうのをこのね、27年間で学んだんで、最近は程よい距離感で夫婦生活を楽しんでいます。あー、美味しそう。もうちょい行こう。もうちょい、あと。
もうちょいだけいく。よし、できたー。美味しそう。めっちゃいい匂いしてる。やばい。ちょっとこれどういう風に食べようかな。できました、キンパでございます。これがチーズキンパです。あっちに持ってって、あっちゃ、マネージャーと食べます。じゃーん、キンパの完成です。いくよ、せーの、ビヨーン。あー、美味しそう。これやばいよ、これ絶対美味しい。食べてみよう、一個いただきます。うん、あふもっともっと食べるの、あふふでしょ。もっと裂けるチーズを細かく裂いて入れれば、ちょっとまだチーズのね歯ごたえが残っちゃってる感じだから、もうちょっとビヨーンとさせたかったら、ミックスチーズみたいな、あの細かいチーズにするか、裂けるチーズをもっと裂いて乗せるとかにすればよかったわ。もうちょっと溶けると思ってた。おいしい。なんかおしんことか食べたくなる。ご飯部分がすごいおいしいね。私とご飯食べに来てるみたいな感覚じゃない今。すごいな、みんなとご飯食べてみたいな。いただきますみたいな。私はそんぐらいみんなと距離が近いと思ってるけどさ、みんなはさ、私のこと嫌いで見てる場合もあるわけだよね。そっか、みんながみんな私のこと好きとは限らないんだって思ったのはもう5年前の話。それでもまあいいやって思って、自分は自分って感じで生きてきてるんだけどね、この YouTube 界。本当にさ、めっちゃ甘いものが食べたくて、どうしようもないぐらい甘いものが食べたくなるんですよ。異常だなと思って調べたら、タンパク質不足って書いてあって、ネットにね。肉を食え、甘いものが食べたすぎて甘いものを食べんじゃなくて、お肉を食べるともうそれが落ち着くらしくて、わかんないですけど、まあ、全然甘いもの食べてるんですけど、甘いもの食べたいのは肉不足らしいよ。うんうん、もうこれすごい簡単にできるし、もうちょっとキムチ欲しかったもんな。もうちょっとキムチ入れればよかったね。うん、シャキシャキ感がね、うん、もうちょっとキムチのシャキシャキシャンシャ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 シチーズキンパを作って食べてみようのコーナーでした。見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。